このまま私が止まってれば。ほら、これなら大丈夫だ。君次第でこの先もみんなが幸せになるんだ。しーちゃん、大丈夫？うん。ちょっとこれ、中にあったジュース片付けたの？綺麗に並べるんだぞ。落としたけど大丈夫？あら、瓶割っちゃって。今おじさんが掃除道具取りに行ってるんだ。こっちは大丈夫だからレジ戻ってていいよ。うん、わかった。しーちゃん、おじさん、嘘。あの、おじさん、しーちゃん、もう入ってますか？そうだね、入ってるけど、たっぷりと。たっぷりと？いやいや、今お使いで出てるけど。そうですか。ゆいが来ちゃったから、休憩時間にまたちょうだい。一つの悩みがある。はぁ、あ、自分で行けよ。いや、姉貴は元ヤン同士で結婚し家を出たが、先日二人目の子供を出産。子育てのためしばらく実家に里帰りすることになったのだが。待てこら、出てきたような。俺は何を考えてるんだ。なんて飲んで。平気よ、平気。明日はもう粉ミルクにするからさ。たまには休憩しないと。おっぱいもくたびれちゃうもんね。そんなことより拓也も一緒に飲もうよ。いやー、やっぱ実家っていいよね。たく、いつまでいる気だよ。大輔さんかわいそうだろ。うっせえよ。大体な、姉貴はだらしないんだよ。はぁ、あ、男？あんたなんて息子たちと変わんないって。なんなら飲んでみる？私のおっぱい、なんちゃって。飲む。はぁ、あ、飲んでやるよ、姉貴のおっぱい。 What did he say? そんなわけねえだろ。ちょっと見せてみなよ。It is what it is. It is what it is. ごめん、俺なんてことを。あれから数日後、俺はもはや姉貴のことをエロい目でしか見れなくなっていた。姉貴は俺の視線を意識してズボンを履くようになったけど、逆にそれがエロいんだよな。ちゃんと5分つけてよね、次からは。もう限界だ、うん、姉貴、うん、たくや。It is what it is. It is what it is. もう一回戦するぞ。はい、大当たり。熱海旅行券か。ただいま。あ、何それ、マジ熱海旅行券？これ赤ちゃんも OK なんだ。タクでかした。ま、姉貴たちが行けばいいさ。すごいよこれ、最大7名様ご招待だって。家族みんなで行けるじゃん。
ほんとタフだよね。マイドリー。やめてもらえますか。おい、どうしよう。俺が何とかしないと。お前ら俺の女に何手出しやがんだ。ありがとうよ、タクヤ。坊ちゃん、早く続け。あ、格が違う。さすが姉貴の見込んだ男。それに比べて俺は、まあしょうがないやつだな。ちょっと泳ごっか。何してんの。これは人工呼吸よ。タクのやつ溺れちゃってさ。また来ようね、熱海。あの姉貴、どうだった。いや、やっぱり当たってたね。3人目ともなると感覚でわかるわ。大丈夫、あんたと旦那の血液型一緒だから。今度は女の子がいいな。これでしばらくゴム代の節約できるじゃん。今日もやっとく。